はい、どうも皆さんこんにちは、しんでございます。皆様お帰りなくお元気でお過ごしていらっしゃいますでしょうか。いや、今はですね、本当あの新型コロナウイルスの件でいろいろと皆様もね大変かと思いますけれども、まあ、私もあの北海道の函館に今住んでおりますので、まあ、北海道はまた感染者が多いということで、皆様から大変ご心配をいただいて、あのコメントやメールなんかもたくさんいただいておりますけれども、おかげさまで僕の方は元気で過ごさせていただいておりまして、またお嫁ちゃんも元気でございます。あのサブチャンネルの方ではですね、僕とお嫁ちゃんがお出かけをしておりまして、あのスープカレーを食べに行くという、まあ、まったりとしたゆったりとした動画でございますけれども、元気な姿も見えると思いますが、そんなことで、まあでも、まあ、不安はいっぱいありますので、心配もありますので、やっぱ手洗いとかね、うがいとか消毒はしっかりしなきゃいけないということで思っておりますけれども、まあうちのお嫁ちゃんがしっかりしておりますので、まあその辺は大丈夫かなと思いますが、皆様もぜひですね、手洗いうがいとか消毒、消毒液も今足りない状況かと思いますけれども、お気をつけていただければと思います。ということで、暗い話題が多いわけでございますけれども、でもありがたいことにですね、この僕のチャンネル、演歌歌謡曲チャンネルのチャンネル登録者がですね、なんと3万6000人突破しました。登録本当にありがとうございます。先月末にしたばっかりなんですけれども、また生配信かと思う方もいらっしゃるかと思いますが、楽しみながらやらせていただいておりますので、ご覧をいただければと思います。その日時はですね、3月14日土曜日でございます。夜8時30分からの生配信でございます。3月14日といえばホワイトデーでございますね。僕からの皆様へのお返しになればいいなと、そう思いながら、心を込めて歌を歌わせていただきますので、ぜひよかったらご覧ください。今回もですね、僕は3曲歌いまして、そしてもう1曲は皆様からのリクエストで合計4曲歌わせていただきます。そのリクエストは、今まで僕がカバーした曲の中から1曲選んでいただいて、生配信中のチャットで皆様からの書き込みを集計した後にリクエストにお答えしたいなと思いますので、ぜひぜひ今のうちからですね、どの曲をリクエストしようかなとこう考えていただければと思います。まあ最近歌った曲だけじゃなくてですね、もう今まで僕カバーした曲全部で200曲ぐらいありますので、過去の動画も遡っていただきながら、あのこの曲をまた久々に聴きたいなとか思う曲がありましたら、ぜひねリクエストの方ね、書いていただければと思います。僕もね、この3曲自分で選ぶって言うんですけれど、まあ、毎回ね、何歌おうかな、この曲久しぶりに歌ってみようかな、とか、こういろいろ考えながら選ばせていただいておりますので、そちらの方もね、楽しみいただきながら、ご覧ください。ちょうどね、そういったことで、あの、イベントの中止なんか、また延期なんかもいろいろ発表されておりますけれども、まあ、YouTube のこのライブはですね、ご自宅にいながらも見ることができますので、あの、家でゆっくりしながら、まあ、お酒でも飲みながら、またコーヒーでも飲みながらですね、ぜひご覧いただければと思います。皆様にもご案内済みではございますけれども、3月15日の北斗民謡クラブ様のね、あの、チャリティーコンサートの方の出演が決まっておりましたが、そちらの方もイベントの中止が、決定しまして、まあ、他のイベントなんかもあるんですけど、そちらの方はまだ、検討中ということでございます。僕も6月にですね、触れ合いライブをさせていただきたいと思ってはおりますけれども、ちょっと今も検討中でございますので、生配信の時にですね、今のね、近況報告であったりとか、今こういうこと考えてるということをですね、生配信の中でもお話しできればと思っておりますので、そういった部分も含めてご覧いただければと思います。ということで、3月14日。土曜日でございます。ぜひぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。いや、本当にいつもたくさんの応援ありがとうございます。感謝しております。ということで、以上、シンでございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。